素人だから、まあ、こうやった方が、うん、確かに収まりはいいよねっていう、うん、でも米倉さんが出してきた図面は本当にもう真南の、うん、そうです、うん、真南に建て こんな形があるのっていう、だからこの空いたスペースが全部こう三角というか、うん、ですごいっていう、なんか面白いなって思いました。あの今まで見たこともなかったし、うん、自分たちの中の発想にもなかった、うん、でその空いたスペースをどう使おうっていう楽しみっていうか、あの、うん、それもまたこう楽しみの一つになって、うん、こう素人からしてもこれは無理だよなっていうのはやっぱりあったんですけど、でもそれやっぱり妥協はしたくなかったんで、もう思い切ってこここうしたいんですって言う、そうやって伝えると次の打ち合わせまでに必ず形 その形、まあ、100% にいかなくても近い形にしてこう図面をこう見せてくれるっていう、だから米倉さんにこうしたいですって言って、うん、あちょっとそれは難しいですとか、ちょっとそれはできませんって言われたことがないです、うん、ないですね、それはなかったです。思いを形にしてくれたから、すごいこう信頼もしてましたし、うん、熱い人だなっていうか、うん、やっぱりこう見た目は小物静かな感じなのかなっていう、こうすごいこうおしゃべりなわけではないんですけど、やっぱりこう心に持ってるものがすごい熱い人だなっていう、まっすぐで、うん、だからやっぱりこっちがこう熱い思いをぶつければ必ず応えてくれるっていう、だから打ち合わせ行くのもすごい楽しみだったし、不安はやっぱりなかったですよ、その時に、うん、私はすごいあの価値観が変わりました。あの木が大好きになりました。多分それは主人もそうだと思うんです、うん、あの新月伐採に行ってから木の魅力というか、うん、木ってこんなすごいんだっていう、それまでね、なんかこう、うん、フローリングにしたいってこう汚れてもすぐ拭けてピカピカなっていう、まあ、フローリングね、フローリングでもそのもう合板っていうかね、あのツヤツヤしたに憧れてたんです、うん、あの本当に家を建てるってなった初めの本当に初めの頃は思い描いてたんですけど、最終的に自分たちが建てた家って真逆なんですね。カーテンも自然素材ですごいシンプルでっていう、本当真逆なんですよ。だからその価値観を教えてくれた、その木の素晴らしさ、木の魅力を教えてくれたから無垢の床にしたし、で一個一個こうすごいこだわれたっていう、気づかされてくれたっていうか、自然体のもの、だから経年変化を楽しむっていうことを教えてもらったのも大きいです、うん、だからこのカーテンも本当大好きです。あの、うん、でもね、これに携わってくれたね、舞ちゃん、うん、すごいこう真剣にこう一緒に考えてくれて、だからこのカーテンにもね、その舞ちゃんの思いがこもってるんで、その椅子が届くまで4ヶ月から5ヶ月かかるって言われたんで、それまでの間にあの椅子のための本を
探してます。その白の民家に泊まった時にお茶の千利休の本が置いてあって、その本にすごいこう感動して、今まで知らなかった感覚というか、この本すごいいいなって思って、それをこの間この椅子を最終的に選びに行って、実際その椅子に座ってこう食事をしたいってゆりちゃんに伝えた時に、お席を用意してくれて、でそのスタッフが注文を聞きに来るまでの間、ゆりちゃんがなんか本を持ってきてくれて、お待ちの間これでも読んでてくださいって言ってくれた中の一冊がそのお茶の本だったんですね。それに感動してしまって、私が何気なく話したそのお茶の話を覚えててくれたんだなと思って、その本あるかなと思って、探しに行ったんですけど、その蔵の本屋さんにはなくって、でそのゆりちゃんに伝えたら、はい、ちょっとじゃ あのチョイスしときますねって言ってくれて、だからそのお茶の本をこう買うのも楽しみだし、あこのタイトル、この本あの椅子で読みたいなっていうのを今選んでるところ楽しみですね。だからなんかあの人が聞いたらね、その椅子のために本を選ぶって何って思うかもしれないんですけど、でもやっぱ自分の中にはその椅子を選ぶまでのストーリーっていうのがあって、そこにあゆりちゃんの思いもあってっていう、なんかそれがあるから私の中では自然な流れというか、本当に椅子一つにしてもデザインで全然座り心地とか、こう座った時の気持ちも違うというか、座ってこうあーって癒される椅子と、座るとこうちょっと凛とする気持ちが凛となる椅子とか、本当に椅子ってこんなすごいんだっていうのをまず気づいて、だからその一生ものの椅子をこう選ぶんだから、やっぱりこだわろう、1センチに たとえ1センチでもこう違うなっていう、こう教えてもらったというか、あの家具一つでこんなに人の気持ちってこう豊かになるんだっていうのを本当にあの気づかせていただいたので、もうこれからは徐々になんかあのドロフィーズの家具を揃えたいなって本当にあのそれが夢です、これからの。一言で言ったら思いの形だと思う。家の形じゃなくって、その思いの形が家の形になってるっていう、それはすごい思い、それはやっぱり都田建設で建てたからそう思えたんであって、家づくりに携わってくれた人たちの思いが、一個一個の思いが形になって、この家っていう形になったんだなっていう、それは本当に